はい、今回来たオートキャンプせせらぎ、はい、ここの入り口から、はい、ここ左曲がってこっちオートキャンプせせらぎになるんですけど、はい、こっち側真正面行くと水の元の第二で、そこ水の元の旅館で、左オートキャンプせせらぎ、あと9時5時もオートキャンプせせらぎの奥なんで、こっち側ですね。で、これ上がっていくと道志の森キャンプ場、はい、じゃあキャンプ場戻ります。はい、ここオートキャンプせせらぎ、はい、入り口入ってそこ受付です。で、トイレと炊事場もありました。ここ林間サイトと青空サイトあるんですけど、林間サイトはこんな感じで、まあ、ちゃんと木がいっぱい立っていてほとんど日陰だから、ね、うん、ほとんど日陰だからね、涼しいね。いっぱいなんだっけ。いっぱいちゃんと木が立っていて今24度か、まあでも結構涼しいか、うん、そもそもがね、うん、うん、でこっちの前は川がこっち流れていて、結構川の音が聞こえます。でこっちの林間サイトとその川沿いのそっちのサイトもあるんですけど、さっき散歩した奥の方に青空サイトっていうのがあって、そっちは木があんまり高い木が生えていなくて、ちっちゃい木がポロポロあるかなっていう感じです。そっちだとちょっと暑く感じるかもしれないです。
でこっちは本当に木に囲まれてるんで本当涼しくて、今日風もそこそこあるんで気持ちいいですね。だノアテイルも全然暑がってなくて、扇風機もそんなに使わずに済んでます。使ってるよ使ってる、あ、Lに使ってるか、Lに使ってるね。Lに気持ちよさそうだね。はい、じゃあこんな感じで、このキャンプ場も結構おすすめだよね。うん、安いしね。ね、安いからね、いいよね。また来たい。ね、また来たいね。本当の真夏に来ても涼しそう。うん。やっぱり夏は林間だね。うん、林間川沿い最高。ね、それが最高だよね。はい、ということでオートキャンプせせらぎ。ここもおすすめのキャンプ場だね。何回言う、ね、同じことを何度も言うよね。いや、カットできるでしょ。カットするくらいな一発で決めろよ。ノアにもう取られちゃったんで、地下ベンチ座るしかないね、俺はね。地下ベンチに座るしかないね。うわぁ、一緒に座るよ。寝てんだよ。今度 YouTube の撮影機材とかそういうのも撮ってみる。必要それ。必要じゃない。需要がないでしょ。そっか。はい、ボツになりました。やっぱりこのソマビトのかっこいいね。存在感がすごいね。はい、じゃあもうご飯作り始めてくれてるね。作り始めるのは何？準備だっけ？うん、今日はね、たこ焼きといただいた、うん、もんじゃ焼きね、うん、キャベツを買い忘れて千切りのキャベツをコンビニであったからね、うん、いただいたやつね。うん、これを食べていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おお、すごい。火弱い？どうだろう、大丈夫そうだけどね。大丈夫かな。おお、ギリだね。めっちゃうまそうだよ、うん、いい匂い。お腹すいたでお腹すくよね、うん、しかもすごいんだよ。ヘラもついてた。あ、すごいね。ほんとだね。ヘラないと食べづらいもんね、うん。ノアなんてすごい格好で寝ちゃってるから。じゃあいただきます。はい、めっちゃうまそうだよ。ほら、めっちゃ熱そうだね。うまい。そう。うまい。うん。これはね、うまいよ。うわ。このさ、また焦げがいいよね。うん。うまい。うまい。
うまいよね。米がまたいい感じのね。食べよう。うん、いただきます。もう食べてっか。うん、もんじゃってさ、最初食べた時さ、え、これ食事なのって思わなかった、ね、最初思うけどさ、食ってるとさ、なんか食いたくなんだよね。うまっ。うん、もうちょ、これでこれつても結構食えるよね。食べてるとこ食べてない、元気が食べてくれてる。食べてない。うん、うん、うまい、うまい。前さ、スーパーで買ったやつ覚えてる？うん、何よ、もんじゃ、うん、全然こっちの方が美味しくない。うん、味が濃い、本場だね。うん、前のさ、だってさ、ソース足したよね。そうだっけ。うん、お好み焼きソース入れた気がする。これだってそのままで結構濃いもんね。そんなに中身の具ないの。うん、うん、それでは最後の一口になりますね。うん、名残惜しいけどね。うん、うまかった。美味しいよね。うん、味が濃くてね。うん、まあ私あまりこういうこと言わないけど、うん、めっちゃケンジ食ったからね、私の分は。そうだね。すごい、今日止まらねえなと思って。これね、もう2袋くらい食える。めっちゃうまいよ。もさ、でかくてもさ、うん、結局焼けると縮んじゃうもんね。縮むね。ね、意外にちっちゃくなっちゃうもんね。大きめに切るのがおすすめだよね。多分大阪の人が怒り出すよ。黙ってる。本当。ちょっと入れとこう。うん。もはやなんだかわからない。本当だね。エルにね、すぐ席取られちゃうからね。うん、回せ回せ。あ、ほんとだ。いいね、風情があるね。うん、すごくいい、この日暮らしの声。なんかさ、このたこ焼きさ、うん、グリーンに仕上がりそうじゃん。いや、ほんとだね。なかなかだよね。超カラフルになりそうだもんだって。たこ焼きもさ、あれだね、無心になっちゃうね。うん、楽しい。うん、もうすぐ出来上がるね、これ。うん、おお。一回目、大成功。めっちゃうまそうだ。うん、いい感じ。うん、いただきます。うん、うまい。嘘。うん、でもね、具が多いからいいよ。嘘。うん、みんな早く食べてほしい。これそんなうまい。美味しい。青のりはいらない。うん、青のりはいい。熱くないの。ちょっと熱いぐらい。うん、全然食べれちゃう。うん、あかん。熱い、ほんと。うん、美味しいでしょ。うまっ。だってさ、箱一じゃない。うん、具がいっぱい入ってるからさ、具の味がすごい感じるよ。うん、美味しい。 ね、美味しいよね。うん、いいじゃん。うん、今回のたこ焼きは最高だね。うん、ね。
ねえ、めっちゃうまいね。足りるかな。トウモロコシ。え？トウモロコシ。あ、そっかそっか。トウモロコシがあるんだ。黙って、ダメ。え、ダメだよ。エル、ダメだよ。エル、ダメだよ。美味しかった。美味しかった。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いいね。いいね。じゃあ私のトウモロコシを投入します。うん。ピポイ。じゃあ生で。どうやって剥くんだこれ。あの、うん。ゴミ箱だから用意したの。ああ、ありがとう。気になる犬。まあ気になるよね。すごくない。プロ意識が高めだから手に止まってもカメラは落ちさない。すごいね。なんかさ、今日ヤングコーンみたいなのも試食させてもらったじゃん。うん、めっちゃ美味しかったよね。美味しかった。ね。めっちゃ甘かった。ね。あ、出た出た。うん、めっちゃ美味しそう。生でも甘いんだよね。うん、てかね、果物食ってるかのようなさ。そうそう。うん、みずみずしいし。じゃあ、食べるよ。珍しいよね、生で飛ぼうかしいただきます。1本食べようとして。うん、美味しい。初めて生で食べたけどさ、めっちゃうまいね。でも明日までしか生で食べれないってさ。食べれないわけじゃないよ、質が落ちる。味が薄くなるけど。美味しい。うん、もうね、これはね、果物だよ。かわいいね。食べた？食べた。よかったね。もうちょっとないの。もっと食べるの？もっと食べるよ。もっとちょうだい。早くして。ちょっと待ってよ。早くして。ちょっと待って。何ですか。おいしい。はい、ということでブルーハワイ3本目。どう？なんか失敗したくないという気持ちだけで焦げちゃいそうな気がしない。うん、一回これで開けてみるか。全然入ってない。そういう時謝るんだよ、知ってる？うん、世の中にごめんねっていう言葉があるの知っている。ごめんね。はい、もういいの？何が？
ごめんねって言っていいの？ごめんねって何？ごめんねって言ったからもういいの？今許すって言ってないのだどうだろうね。うん、暑いかな。暑いでしょ。あ、美味しそう。なんかいい感じな気がするんですけど。でも生でも食えるからさ、変な話失敗しても食えるよね。すごい。お、美味しそう。超綺麗。匂って。ん？あ、いいね。あっち。いいね、焼きトウモロコシって感じ、ね、うん、醤油をかける。キャー、そしてもう一度焼く。もう一度焼くのか、うん、いやすごいね、醤油がたるけてすごいうまそう。うまい。うまい。うまい。最高。上出来。上出来。うん、うまい。食べる？うん、食べた。いいね、これね。うん、暑いよ。あ、暑い。うん、うまい。どっちがうまい？やっぱね、こっちの方が甘い。やっぱさらに美味しいね。でしょ？うん。これでさらに。でもほら、生で食える機会があんまないからさ、うん、うん、最高だぜ。最高だね、うん、美味しかった。うん、でも焚き火も終わりそうだからね。焚き火終わったらちょっと明日雨だからね、もう片付けて、うん、で灰とかも捨てて、片付けれるものは片付けて、うん、テント入りましょうか。ね。はい、それではテント入ってきました。もう10時前。意外に遅くなっちゃったね。うん、でももう焚き火スペースとかリビングスペースほぼ片付いて、明日もう朝から雨だからね。うん、撤収をね早くしようと思って。はい、それではこれからちょっと休んだら寝ようと思います。はい、じゃあおやすみなさーい。おやすみなさーい。First day of spring, and I just wanna sing to everything that's moving, every single little thing.To them birds flying free, fish in the sea, flowers and trees, every little bumble. はい、それでは雨だったので撤収も終わりました。うん、早かったね。うん、今10時前。何時チェックアウトだった？11時。珍しいよね、うちの人。早いね。すでにギリギリの生活を送っているんだよね。ね。今回は雨予報でしたが、雨に降られず、キャンプを終了することができました。よかった。うん。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、この動画少しでもいいなと思っていただけましたら、
チャンネル登録とコメント評価よろしくお願いします。はい、それではピアノ家族でした。はい、さようなら。To the couples in love, and the seagulls above, and any other living thing or creature I can't